こんにちは。米国のマッケンジー法律事務所の弁護士の松本でございます。本日はですね、私の方から弁護士から見た CIO、CISO ということでですね、40分ほどお話をさせていただく予定でございます。よろしくお願いします。まずはじめにですね、これ本日のアジェンダでございます。4つに分けております。はじめにということでイントロダクションをさせていただきまして、その後 CIO CISO の役割と職務そとで関連する法規等についてお話しさせていただきまして最後に課題に移らせていただくというところでございます。まず初めに C「CIOCISO」というところをですね、えーまあ、図にしてみたつもりなんですけれども、まあ、そもそもですね何でこんな話をしようと思ったかというところでございますけれども。 今般ですねやはりいろいろなです、ね、通信事業者がらみのですね情報漏洩の話であるとかですねあるいは個人情報の漏洩の話こんなところがですいろいろとニュースを賑わせているというところでございます。でもちろんその事故後のですね対応をどういうふうにです、ね、損害をですね最小限に食い止めるのかと原因を究明すると。 あるいは被害者側からすると何か法的手続きを取れないかとそういうような事後対応というところはですねもちろん重要でございます一方でですね事前にですねどういう体制を整えておけばよいのかというところどうすれば事故を防止できるような体制になるのかともっと言うとですねどこまでの体制を整備すればですね経営責任としてですね追わなくていいと。 いうところ、まあ、クリアな基準はないんですけれども、そういったところまでですね考えますと、事前にどういう体制を整えておくのかというところもまた大事なところでございます。で、その中核になるのがですね、CIO とかですね、CIO 層であるというところでございますので、まあ、こういった議題を選んだというところでございます。もう一つですね、今般のトレンドとしまして、今度はより積極的な意味なんですけれども。 情報の利活用と情報をうまく活用してですね、ビジネスをドライブしていこうといったところ、こんなところもですね近似のトレンドとして大きく取り上げられているところでございます。情報のですね利活用という観点からもですね、やはりどういった組織体制になるのかというところが非常に大切ですので、CIO と CIO の話。 に集約してですね。本日はお話しさせていただこうと。言ったところでございます。少し前置きが長くなってしまいましたが。本題に入らせていただきます。まず C。C. I. O. C. I. O. って何なんだいというところなんですけれども。まあ、これ英語でですね。チーフインフォメーションオフィサーと。チーフインフォメーションセキュリティオフィサーと。おお、いうところ。これを略しているというところでございます。C. e O. とかですね。O C. O. O. C. F. O. と。 こういうい幹部です、ねえー、と並んでですね、えー、まあ取締役会あるいは執行役員としてですね、えー、情報関係の役割を担っているのが CIO や CISO であるといったところでございます。で次にですね、まあ、あの権限役割っていうところはあの2のところで,です、ね、もう少し掘り下げていくんですけれども、まあ、冒頭にですね えー、少し前出しさせていただきます、えー、CIO についてはですねデータや IT 技術のビジネスへの活用とこれをおこの責任者であるといったところでございますあとは円滑なオペレーションですねこれまあ,あの従来からのです、ね、情報システム部のですね、えー、やっていることの、まあ、最終的な責任者であるということが言えるのではないかといったところでございます。それプラスですねやはり 最近のトレンドとしては、まあ、デジタルトランスフォーメーションとかですねいろいろ言われますけれども戦略的なですね情報の利活用やですねあるいは IT 技術をどう自社ビジネスに生かしていくかとこれあらゆる業界でそうなんだと思いますけれどもそういったところの役割を担っているといったところでございます。一方 CISO なんですけれどもこちら、まあ、最も想像しやすい役割としてはですね インンンシデントレスポンスポななんではないかと先ほどの例で言いますと自社の持っていた個人情報が流出してしまったとこれは個人情報保護委員会に申し出ないといけないかもしれないとあるいは被害者にどう対応すればいいのかとまずは原因から調査しようとそういったところ非常に忙しくなるんですけれどもそういったところをですね仕切ってですね 各部門あるいはですね外部の弁護士やですね IT の専門家と連携しながら案件を切,って切り回していくとそんな役割を持っておりますあとはですねコンプライアンスこれ後から詳しく言いますけれどもここも CISO の情報関係のコンプライアンスといったところも役割であるとで、まあ、まとめますとですね、まあ攻めと守り あるいはアクセルとブレーキ役としてですね、CIO と CEO がいるというのがまあ全体的なですねイメージ、皆さんもお持ちなのかもしれませんがイメージであるといったところでございます。で設置状況というところでございます。えー、皆さんおそらく気になるのはあ他の会社はどうなさっているのかなと。もっと言うと自分たちのライバル企業 同じ業界のライバル企業やですね、えー、なんかは同じぐらいの規模の会社では CIO や CISO の設置こちら進んでいるのかなと遅れを取ってはまずいんじゃないかと、まあ、そんなところ気になるのではないかと思いましたので少し情報としてまとめさせていただきました。両方に両方 CISOCIO 両方に言えることなんですけれども年々設置割合が高くなってきているんですけれども まだ低い状況とこちら数字で例えば CISO ではあとですね次のスライド次以降のスライドで書いてますけれども、まあ、必ずしも役員をですね専任で選んでいるわけではないと部門長が兼ねていたりあるいは兼任していたりといろいろなパターンがあるといったところでございますただですね業種別に見るとですね金融機関 こちらはです、ね、金融庁のお達しがありますのでいずれも非常に高いいい設置率になっっているといったとたころでございます簡単に少しスライドがです、ね、非常に字面が見づらくなっていますけれども一番左からですね、えーまあ、一番左が「選任の試合がいる」といったところで次の黄色がです、ね「兼任であるといったところでございます。 で真ん中の緑がですね、部門長がですね、これ、部門を担当している役員がですね、IT 部門の役員がです、ね、担当しているといったところでございます。で、青のところですね、右から2番目、こちらは役員ではないんですけれども、IT 部門の部門長がやっているという場合でございます。で、最後に設置していないと、赤のところでございます。 でこれ見てお分かりの通り下から三番目ですね一番下から3番目の金融のところはかなり設置率が高くなっているといったところあるいは上がですね会社の規模別のです、ね、ものなんですけれどもやはり売上が高い規模規模の大きい会社であればあるほどですね設置率が高くなってきているといったところでございます。次にに CISO の設置状況についいてて少しし見ていきましょう こちらです、ね、先ほどの、ね、CIO の設置状況と傾向としては似ているのではないかと金融機関の設置割合が高いと下から上の図の下から3番目ところでございますあるいは下を見ますと会社規模が大きければ大きいほど1,000人のです、ね、設置済みの会社が多くなってきているといったところでございます。 一方で青のところがぐっとこうですねまああの左の方に寄ってますけれどもこちらですね設置未検討といった会社がかなり多いとこれが CISO の特徴ではないかと CIO と比べたですね CISO の特徴であるといったところであると思います、は。い でですね、えー、法的なステータスについて、こちらも簡単な前出しでございます。で、会社法上のですね、どういう立ち位置であるのかというところが、まあ、最も重要なところでございます。で、えー、まあ、cio、cia、そうですね、えー。どういう役職の人が多いのかなというところで、なんですけれども、取締役というよりはですね、執行役の方がどうも多いようであるといったところが一つ言えます。 であとですね両役職ともですね後で詳細説明しますけれども会社法上のですね内部統制義務のですね一環として位置づけられるとこういったところがですね後ほど詳しく説明しますけれども会社法のステータスであるというところでございます。それでではちょっとと役割とですね職務文章について、えー 10分ほどです、ね、お話しさせていいいたただきたいと思いますまず CISO の役割今回は CISO から言ってますけれども情報セキュリティアーキテクチャと書いてますけれども情報セキュリティの観点からですね、えー、自社のです、ね、情報システム実施システムをですね、えー、まあレビューしましていろいろとレコメンデーションをしたりですね整えていく役割であるとこちらにネットワークとかですね 暗号化バックアップクラウド利用と書いてますけれどもそんなところを検討する役割であるとであと冒頭の方にですね少し申し上げましたけれども情報セキュリティ関係のです、ね、コンプライアンス監査例えば個人情報の関係ですねのコンプライアンスなんかも担当しているケースが多いであろうといったところでございます。 でインシデントレスポンスですね先ほどお話をしましたところでございますあと法務人事との連携、えー、非常にこちらの CISO の役割というところはですね、えー、もうお分かりのとおり法務部人事部とですね非常に密に連,休連携していかないといけない業務であろうといったところでございますでさ、えー、はさりながらですね経営陣のまあ一員であると ここういういとととろを前提とします,とです、ねえーまあ、日常業務あるいは IT 関係のです、ね、レビューというところに加えましてです、ね、経営者層に対してのです、ね、提言を定期的に行っていくような役割を持っているであろうとこういった対策が必要ですよとこういったところ我が社の体制が甘いですよとそういったところを積極的に提言していく役割を担っているといったところでございます。 続きまして CIO の役割なんですけれどもこちらは政府の CIO ポータルからですねこの3つが上がってましたので、えー、引いてきましたまず戦略パートナーであると経営陣の一員としてですね、えー、経営戦略こちらを展開させるためにですね、えー、まあ IT の専門性を生かしてですね積極的に参加していくとでそちらで決まったことをですね、えー、実行に移す際にはですねそちらを統括する。 実行の責任者であるというとところあとはですね今度はボトムアップのイメージだと思うんですけれども関係者ですね IT 部門以外にもですね例えば経営企画とかですねそういう積極的な利活用の側面からですね、うん、いろいろと意見が愚信されてくることもあろうかと思います。そういった時にですねしっかりとですねそれを拾ってですね支援していくと。 上には伝えですね下には実行指示していくとそんな役割を CIO が担っているというイメージでございますでこちらも政府ポータルに書いて,る書いてありますことですので,です、ね、詳細はあいきませんが CIO とですね IT の部門長といったところで,です、ね、上から下にこうなんて言いますかこういう知識が必要なんじゃないかというところが上がっていると。 例えばですね、まあ、組織とか人材育成というところも書かれておりますしあと面白いなと思いましたのは IT 技術というのは変革が激しいですので、えーまあ、その潮流にです、ね、乗り遅れないようにです、ね、しっかりと CIO の方で,です、ね、アップデートしていってです、ね、時代遅れの情報システムを使っていかないようにといったところ が要求されていいるというとうころでございますでこちらですね CIO と CISO の役割というところをですねまあ簡単に整理させていただきましたもちろんほかにも C 何とか O というのがいっぱいおられると思います。でその中でですね当然役割がですねオーバーラップしたりですね あるいはここは CISO だけですねっていうところもありますし今そういったところをですねこのスライドで表現してみたというところでございます。例えば情報漏えいへの備えなんかっていいますとですね CIO も CISO も関係しますしもしかすると例えばですねホームのトップ CLO といえばいいんでしょうかねなんかもチームに入っていなきゃいけない話であるといったところ。 あとインシデント対応なんかで言いますと CISO が中心となると申し上げましたけれども例えば個人情報の漏洩なんかで言いますとです、ね、今時は CPO チーフプライバシーオフィサーなんていう役職の方もいますのでそういう方が当然一、まあ、人の重要なですね、まあ、何て言いますか担当者としてですね関与してくるといったところでございます。 でオーバーラップする分野こちらを今度はいろいろと列挙してみたんですけれども個人情報保護法とかです、ね、それに対応するヨーロッパやアメリカの法律への対応こんなところは当然オーバーラップしてくる情報の活用とです、ね、リスクの両方の視点がです、ね、必要となってくるとこれオーバーラップと言っておりますのは CIO と CISO が役割がオーバーラップしてくるとそういった意味でございます。あとです、ね 個人情報じゃない,んでないかもしれないんだけども例えば重要な技術情報とか今時ですと、まあ、限定提供データってこれは不正競争防止法の改正で入った概念なんですけれども、まあ、あの限定された当事者の中でですね情報を共有して、まあ、ビッグデータ解析などをしてですね利活用しようとそんな類のデータ。 これをですね、どういう風うにリスクをマネジメントしながら利活用しようかと、こんな議論をもし社内でやるとしたら、CIO も CISO も当然関与しなければならないといったところでございます。あとはですね、こちらどういうところで CIO と CISO の役割がオーバーラップしたりですね、あるいは切り分けられたりするかというのは。 もちろん会社とかです、ね、業界ごとに異なりうるところですので、えー、具体的にです、ね、現場の方々で,です、ねえー、検討してですね、えー、ベストのお、まあ、職務権限の割り当てをです、ね、定義していかなければならないといったところでございます。まあ、一番避けるべきはあというふうに書きましたけれども誰も担当しないで,です、ね、放置されてしまう分野というのがです、ね、ないようにしないといけないと。オーバーバラップはあ いいと、ポテンヒットはダメと、そういったところでございます。でいよいよですね、半分弱のところでたどり着きましたけれども、法律的な部分ですね、どんな法律が関係していくのかというところでございます。でこれ内部統制システム一番最初にですね、定義を挙げてみました。企業経営者の経営戦略や事業目的等を 組織として機能させ達成していくための仕組みであるとともに、企業がその業務を適正かつ効率的に遂行するために社内に整備構築する体制確保システムであると、こういうふうに定義されております。まあ非常に平たく言うとですね、会社のですね経営組織としての機能のためにですね、どういった組織体制、まあ権限、役割 人的な配置、これが整備されているかどうかと、もちろんそこにはですね、システム的なところもあると、これは後で説明しますけれども、そういったところでございます。で、これ会社法と会社法施行規則に条文があります。これは次のスライドに具体的に書いてございます。で、会社法の三百六十二条四項 5号6号とであと会社法施行規則の百条1項1号以下がですねここに挙げられておりますけれどもこちらがですね一つ一つのですね、まあ、いわばジャンルになっておりまして俗に6類型と言われておりますここでですね、えー、関係するのはですね、えー、2番目1号のとこですねあと同2号のところでございます。でえー、先ほどの 1>, 1号と2号もう一回見ますとです、ね、取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制と情報に関する体制整備とでもう一つは損失の危険の管理に関するうんぬんかんかんといったところでございますけれどももうお分かりかと思いますけれども CIO はですね情報の管理保存の体制整備こちらについて責任を負うべき役職であると。 職務執行を効率化したりするっていうところもその一つであろうと。で CISO について言うと先ほどの2号のところの損失危険の管理とリスクマネジメントですね情報漏えいなどが発生する可能性がうちはどうなんだとどっかにセキュリティホールがあるんじゃないかとあるいは実際に同業者でこんなこと起こっちゃったけどうちはどうなんだとそういったところをですね CISO が 見ななけければいけないとでそれはもう会社法上ですね取締役会がそういう体制を整備する義務を負っているとこれ CISO や、ね、CIO に「あなたの責任ねと言って」と言いっぱなしでいいわけではないと取締役会全体のですね体制整備の義務であるといわば経営責任であるといったところでございます。で 義務の内容とリスクと書いておりますけれどもじゃあこれ抽象的には取締役会が体制整備しないといけない位置にいるとそれは分かりましたよとでもその内容はどうなんですかといったところが疑問点ととしてあるかと思いますでこの義務っていうのはですね取締役会がですね毎日毎日ですね取締役会をしてですねここどうなってんだあそこどうなってんだと目配りをしないといけないと。 そういういことではありませんまず体制を1回整備するとこれはもう最低限の義務とでその後はですね、えー、もちろん万一万一現場で担当している実行責任者と同じようなレベルで見ないといけないということではないんですけれども、えー、適宜のタイミングでですね、えー、監視していかないといけないとお2年も3年も放置しているとこれはちょっとまずいよと言ったところでございます。あとですね えー、基本的には経営判断事項であって書いて,書いてますけどこれどういうことかと申し上げますとまずもって経営判断が尊重されるっていうのがあ会社法のですねなのでですね合理的な情報に基づいて経営判断をしたのであればですねそれはあ本来責任は負わないはずであるといったところ経営判断事項であるといったところでございます。 でここで「大和銀行事件」と書いてますけれどもこちらがですね内部統制義務と判例と検索するとですねこちらですね内容の詳細は割愛するんですけれどもお、まあ、ある種体制整備義務っていうの,のの内容ってどうやって判断するのっていうところをですね、えー、示唆を与えたあまあ 大阪の方の判例ですのでこちらで名前を挙げさせていただきました具体的状況によってま個別具体的な判断をするとでその時にですねどういった体制整備の義務あるいは上記のようなモニタリング義務を果たしていたのかといったところが判断されるとそういったことが書かれている判例でございます本当に少しだけ判例の内容を紹介しますと大和銀行がですね ニューヨーク支店の方で巨額の損失を出したと、そういった事件でございます。で、巨額の損失を出しただけではなくですね、それを日本の方のマネジメントサイド、まあもちろんニューヨーク支店長もそうなんですけれども、がですね、まあ一回隠蔽しようとしているアメリカの方でですね、こちらを知ってしまったと、お言ったところでございます。いろいろと後戻りできるタイミングはいろいろとあったんですけれども。 結局最悪の事態を招きましてアメリカの方ではいろいろとお金のかかる当局からの調査なんかも受けてですねお金のかかる事態になったとでそこからどう日本に飛び火したかというと株主代表訴訟が起こったとでそれで非常に巨額の損害賠償を請求されてそれが任用されてしまったとそういった事件でございます。 でそこでの学びとしてはもちろんこういった基準もあるんですけれども、まあ、一度まずい状況を知ってしまってです、ねえー、そこから是正に走らずにです、ね、隠蔽に走ってしまったとこれもある種の内部統制義務違反であるといったところでございますそんな学びも得られる判例でございます。 であとはですね第三者との関係って書きましたけどこれ会社法で,です、ね、第三者に対して責任を負うということが書かれている条文を挙げただけでございます。はい、でここからのキ,ーあのキーとなるポイントですけれども体制整備の段階からですね会社を取り巻く具体的な状況や業界スタンダードを判断の上適切な体制整備をする必要があるということが一点と。 でもう一つは体制整備したらですねしっぱなしでいいというわけではなくて、えー、適宜改定をしていかなければいけないとまあこ以上がですね、まあ、内部統制のですね、まあ、いわば一般論でございます。で、えー、ここからは CIO へ CISO に引きつけた話なんですけれどもおこちら CIO としてですね、まあ、日頃日頃でもないのかもしれませんけれども 業務に関連する法律というところをですね考えられるところを挙げてみたといったところでございます。データの積極的活用あという観点からなんですがまず個人情報保護法もちろんコンプライアンスの観点からというのもありますけれども近似の改正によってですねこれ積極的に利活用するための道筋をつけておりますので。 匿名加工あるいは加盟加工という概念も入りますけれどもそれとあとデータの移転とか共有ですね海外への移転も含みますあるいは第三者との共有についてもルールがありますのでそういったところの理解が必要ではなかろうかとあと業界ごとのですねいろんなルールがあることもありますのでそちらも該当する業界のルールをチェックしておく必要があるというところでございます。 でその中でですね、まあ、あのヘルスケア業界に例えばですねヘルスケア業界の人たちなんかですと医療ビッグデータ法と次世代医療基盤法なんかとも略称で言われてますけれどもこんな法律がありますとでどうすれば医療関係のデータが活用できるのかということをお考えの時はですねヘルスケア業界の方々はそちらを一回当たってみないといけないと。 あと HIPAA と読みますけれどもこちらはまあアメリカの法律なんですけれどもある種の健康関係情報健康関連情報をですね、えー、まあ活用するためにはどうすればいいのかとどうすればあまあコンプライアンス上のリスクなくですね活用できるのかというルールがございますのでアメリカでそういったヘルスケア業界でのビッグデータの活用なんかを考えお考えの会社さんはですね ここういったところ CIO がですねチェックしていかないといけないといったところでございますあとはですねあの先ほども述べましたけれども不正競争防止法上のですね営業秘密や限定提供データこんなところも知識として必要でありかつですねデータを積極的に活用する時にチェックしていかなければいけない項目であろうといったところでございますあとはあの、まあ、民法改正ですね。 ベンダーさんとの契約にインパクトがありますのでそんなところも重要かなと思います次に CISO 結構重複するところもあると思うんですけれども個人情報関係の法律はもちろん関係があります。で特に事ですね,事故,対応これですね事故が起こってから考えては遅いので。 えー、インシデント発生時にどうすればいいのかっていうところはですね、まあ、マニュアル化するなり何な,なりでですね、えー、理解しておかないといけないしそれを関連部門に周知しておかななけければい,けないとであとですね、えー、中国こちらはも,もうあの常に最要注意国家といいますかですねいろいろ情報関係法の立法いろいろありまして特にサイバーセキュリティ法なんていう法律があってですねいろいろと足かせになるんですけれども。 そんなところあとですねデータローカライゼーションって書いてますけどこれ何かと言いますとその国でデータを持つ時はその国に所在するサーバーに置いとかないといけないよというルールなんですがこちら中国インドベトナムロシアこんなところが国として上がってくるんですけれどもこんなところ自分のビジネスと関係がある国でデータローカライゼーションがないかどうかとそんなところも CISO であればですね えー、頭に入れといた方がいいであろうといったところあとはです、ね、同じですね営業秘密や限定で提供データただこちらはあ侵害のリスクについて、えー、まあ,あ侵害のリスクという視点でですね、えー、考えた方がよかろうと、まあ、営業秘密の非常に大きい事件があったばっかりですので、えー、自分のところですね、えー、転職者大丈夫だろうかというところ心配になっておられる方もおられるかもしれません。 ぜぜひぜひ CISO の方にご相談くます。あとはですね会社法のほかですね禁止法とかですねまあそういったあの主に上場会社なんですけれどもについてはですねそういった観点からですね内部統制の観点からですねレポートしておかないといけないという。 義務があることがございますので、そちらも要注意であるというところでございます。会社法改正こちらですね今年令和3年に施行予定のものがございます。こちらで例えばですけど社外取締役の設置がですね義務化されております。で社外取締役と、まあ いろんな役職を兼任できるのかどうかなんていうですね論点も新しいところではございますのでまあこちらなかなかあの新しく議論されるところではあるんですけれども一応頭の片隅に置いて置かれて置いてはいかがかなと思いますではい課題でございますまずですねえまあ常にそうなんだと思うんですけれども予算や人材の限界がございますえもちろん皆さん。 CISO も CIO も設置してですね専任の方を設置してですねえもうがっちりやりたいとお考えの方も多いのかもしれませんけれどもそもそも社内にですね適任者がいないとそういう専門性を持っているのが誰だか分からないとあるいは予算も限界に近いと CISO を選んでもですね当然サポーティングスタッフをどこまで雇えばよいのかとかどういうチーム構成にすればいいのかと。 言ったところ常にのの中では皆さんお悩みになななられているとところなのかなと思います私の知る限りにおいてはです、ね、例えばそういう人材リソースをです、ね、シェアリングしようとお、まあ、そういう専門性を持っている人が2社3社の CISO を兼任しててもいいではないかとお、まあ、社内での兼任ではなくて他の会社との兼任ですね。 そういった動きもあってですね現にシェアリングを進めているところもあるといったところでございます,あとですねまあ結構こっから先はですねいろんなところに関係してきちゃうなというところなんですけれどもグループ会社内のですね内部統制って書いてますけれども先ほどの内部統制義務っていうのは親会社がですね会社単体で親会社にの計 例えば親会社の取締役会は親会社の中での内部統制だけ見ていればいいというわけではないと。自分たちの子会社これは海外子会社も含みます子会社の方まで目配りをしてですね体制整備をしていかないといけないとそういった義務でございますそうするとですね子会社の情報システムどうなっているのかと海外子会社なんて大変ですね どういう情報管理体制になっているのかといったところこういったところまでですね目配りをしないといけないとサプライチェーンまでいくとですねもうかなりリモートになってくるので大変なんですけれどもまあそちらの方もですね情報管理体制の一環としてはですね目配りをしていないといけないということになると、まあ、例えば考えたくもないことかもしれませんけれども海外子会社から 1> 1人従業員がお辞めになられて協業他社様に行ってしまったとでその時に情報漏洩が疑われるなんていうですね事件事故が発生してしまったらですねそれはもうちゃんとそのこと自体で責められるというわけではないんですけれどもそれを予防する手立てがですね人的にあるいは社内のルールとしてあるいは物理的にですね 情報を持ち出せないようになっているかどうかシステム的にですねそういった体制がきちっとできていたのかといったところが問われますので海外子会社やもっと言うとどこまで自社の情報がサプライチェーンやですねフランチャイズの方にまで流れているのかといったところも目配りをしておかないといけないとこんな課題でございいいいいまますす結構意識されれてないところ多いのかなとととこころろ多のか思けどもそうったでございます。 あとです、ね、まあちょっとリスクのことばかりですね言ってしまってですね若干こう息苦しくなってくるようなところもあるのかもしれませんが情報システム系子会社をっていうのをですねお持ちの大会社の方々からするとですねそういった子会社とのですね連携や役割分担と本体として CIO や CISO を専任するんだけども、これ情報システム傾向会社と。どういう役割分担になっていくのかと、どういうふうに連携してい,ればいいのかと。これ、まあ、あの、今のところゴールデンスタンダードがあるわけじゃないんですけれども。こちらはですね、まあ、おそらく。今後、いろいろな会社で課題になっていくところなのかなと。いうふうに、私の方では、見ております。で、課題も多いと。 役割を明確化していくこと、これだ大変重要なんですけれども、連携もまた重要であると。で、まあこちらはですね、皆さん声を揃えておっしゃるんですけれども、経営層の理解がとても重要であると言ったところでございます。もっと一歩を掘り下げますと、ここ,この文章ですね。経営層に理解してもらうための役割、こちらが実は CIO や c i s o のですね。 最も重要な役割なのかもしれません。はい、で最後にですねちょっと世相を反映してというところなんですけれどもコロナの状況の下でですね CIO とか CISO ももちろん皆さんデジタルシフトをされていてですねリモートワークが推進されていると。で一方で、まあ、IT 投資というのがかさんでいる一方でですねリスクとしてはどうなんだと。 リスクととししてて増大してないなかと自宅からですねこれまでのコントロールされたネット環境ではなくてですね自宅からですね、まあ、会議に入っているとファイルもどん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 シェアしているといったところでございます。でまあ,あの私の方でですね、まあ、個人的に親しいですね CIOCISO の経験者の方や現役の方とですね、まあ、多少こうざっくりとしたですねディスカッションをしてですねいろいろといと お,お伺いいしたた中で、まあ、面白いととこころだけこれ拾ってきたとちょっとあんまり法律的じゃないんですけれどもおそんなところがあこの1スライドでございます。ご覧頂ければあ、まあ、おなるほどおそんなところをほかの方が考えているのかといったところあると思うんですけれども一、まあ、つう、まあ、身につまされたというのはですところはですね、まあ、シャドウ IT というのがあってですね、えー、まあ ガガチガチにでもですね自宅にいてですねなかなか VPN に繋がんないとかですねいろんな事情からですね自分の自前のパソコンとかですねスマホをいじってですねやっちゃう業務をやっちゃう人が結構これを機に増えていると言ったところをですねこちらがですね結構リスクになっているよっていう話は聞きました。 なので程よいところのリスク管理って難しいですねっていう話になったんですけれども、まあ、そんなところがまあ面白い話としてはあったといったところでございます。あとまあこれは非常に基本的なことなのかもしれませんがこういったリスクがありますよというアラートをです、ね、粘り強くですね CISO とかですねの方の温度のもと、ね、やっていくとこれが非常にまあ。 非常にベーシックなんですけれども有効なあまあ、対策であろうと言ったところでございました。はいで最後ですね、えー、優秀な CIO、CISO がー会社を救うとこの状況の下でこ、えー、このような方々のですね役割そして連携の重要性がさらに高まったと言ったところで、えー、まとめさせていただきたいと思います。それではですね、えー、ちょうど時間ぐらいになりましたので。 ご成聴ありがとうございました。で最後にですね、えー、まあ、ちょっとまだあの反応のですね、えー、なかなかこういった議題でですね、えー、学会があったりとかってすることないので、えー、議論が煮詰まらないところも多いところでございます。えー、もしですね、えー、ちょっとこういうところを疑問に思ったんだけどと、ここは違うんじゃないかと、あるいはももっとこの辺、えー 知ってないですかというようなことがございましたら、私の方にですね、ご連絡していただいて構いません。こちらの YouTube を見たというふうに一行メールで書いていただければですね、私の方であ、そっかあの時のあれを聞いお聞きになられてこういう疑問を持ったんだとわかりますので、それだけお願いしますけれども。 私の方に遠慮なくご連絡いただければと思いますよろしくお願いしますそれではご静聴ありがとうございました